チュチュチュイーン。任天堂スイッチの動画全然再生されていないんですが、まあしょうがないね。吉田です。吉田さん、あまりにもお金が大好きすぎてゲーム実況で金儲けを企んでいるわけですが、今回はその金儲け計画の続きです。任天堂スイッチの動画でもチラ見せしましたが、アバーメディアの HDMI キャプチャーを買いました。HDMI の映像をパソコンで録画する装置、ゲーム機の映像を録画して、いわゆるゲーム実況動画を作るのに必要なマシン。あと YouTube ライブとか生放送とかにも使えますね。僕が買ったのは 4K30p やフル HD120fps の録画に対応した最強のやつ。型番はライブゲーマーウルトラ GC553 です。昔紹介しましたけど、 IO データの HDMI キャプチャー GVHD レックも持っています。もちろんこれでもスイッチの映像は録画できますし、前回のスイッチ紹介動画の映像はこれで記録しています。ただこいつパソコンには繋がりません。 SD カードや外付けハードディスクに直接録画するタイプ。 SD カードをぶっ刺して録画ボタンを押すだけで記録できるんでめっちゃ便利です。吉田の動画に登場する Windows パソコンの画面の録画はいつもこれでやっています。超絶便利なんだけど、ただ本気でゲーム実況動画を投稿するとなると、パソコンで録画できるタイプじゃないと厳しい。生放送はこれでできないし、マイクの録音を別撮りしないといけないのもめんどくさいです。そんな理由でパソコンにつなげる HDMI キャプチャーを追加購入しました。まあこうやって動画を作っていて言うのもなんなんだけど、ぶっちゃけこんな装置興味ある人少ないよね。多分コメント欄で興味ないとかつまんねえとか書かれそうなんで動画にするか悩んだくらいです。でも YouTube は儲かる、遊んで暮らしていける、楽して生きていけると知られつつある今日この頃、ゲーム配信で大儲けしたいなーって企んでいるそこの君、詳しく説明しちゃおうかと思います。で、豆知識として HDMI キャプチャーには大きく分けて2種類あります。ソフトウェアエンコードとハードウェアエンコードです。どっちも同じような値段で売っているんですが、ソフトウェアエンコードはパソコンで映像を処理するタイプ。映像の遅れ、遅延が少ないんですけど、パソコンに負荷がかかるのでハイスペックなパソコンが必要。一方でハードウェアエンコードは HDMI キャプチャーで映像を処理するので、パソコンに負荷がかかりません。ノートパソコンとか性能が低い PC でも使えますが、遅延が大きくて映像が少し遅れます。吉田が買った GC553 はソフトウェアエンコードタイプです。なので推奨スペックが第6世代 Core i5 以上、GTX1060 以上、ノートパソコンの場合は Core i7、7700HQ 以上、GTX1050Ti 以上、要求スペックはかなり高いです。あと基本的に HDMI キャプチャーはインテル製 USB コントローラーしか対応していません。AMD 製とかは不具合が出るらしいので非推奨になっています。基本的に HDMI キャプチャーを使う方はインテル製 CPU を選んだ方が無難です。まあメーカー非推奨ですが AMD でも動くには動くみたいですけど。なので僕はインテル製 CPU にこだわっていたりします。チュチュチュイーン。この GC553 は 4K 録画に対応した最上位モデルで 29,000 円程度します。ちょっとお高いモデルですが、吉田の場合はパソコンのベンチマーク測定に 4K 記録できた方が便利なので最上位モデルを買いました。フル HD モデルなら1万5000円から2万円くらいで販売されているので、普通の人はフル HD モデルで十分だと思います。接続は USB-C で USB3.0 で、いわゆる USB3.1 Gen 1 が必須です。 USB2.0 では動きません。HDMI ケーブルが1本付属。動画編集ソフトの PowerDirector15 のライセンスコードが付属しています。有料の動画編集ソフトとしては定番のやつ。吉田はプレミアプロ派なのでいらないですが、これから YouTube 始めようって方にはちょうどいいんじゃないでしょうか。商品ページの写真を見るとでかくて重そうな印象を受けたんですが、現物は非常にコンパクトでいい感じです。中身がスカスカでめちゃくちゃ軽い。123g しかありません。片側に USB-C、反対側に HDMI の入出力ポートがあります。HDMI は 4K60p HDR までのパススルーに対応です。HDMI の出力側をテレビやモニターに直接つなげば遅延ゼロで表示できます。ソフトウェアエンコードでもパソコン画面だと微妙に遅れるので、ガチでゲームする場合はテレビにつなぎましょうってことですね。HDMI の出力は HDMI キャプチャーの電源が入っていないと出力されないみたいです。とりあえず中古で買った5年くらい前のモバイルノートパソコンにつなげてみました。第4世代 Core i7 4コア CPU 内蔵グラフィックです。第7世代 Core i7 以上 GTX1050Ti 以上なので、全く性能は足りていませんが実験です。これはいいなと思ったんですけど、ウェブカメラと同様の動きをするので、特別なドライバーのインストールは必要ないです。挿せば使えます。
録画ソフトはアバーメディアが用意する専用ソフトが使えます。レックセントラルって読むらしいですが、とりあえずこれを入れました。もちろんライブ配信ソフトの OBS スタジオ、ストリームラボズ OBS や X スプリットブロードキャスターでも使えます。定番の OBS や X スプリットは初めてだと使い方がよくわからなかったりしますが、アバーメディアのレックセントラルはシンプルでわかりやすいですね。画面が非常に単純で、右下のレックボタンを押せば録画ができます。 YouTube のライブ配信にも対応しているので、難しいことしないならこれで十分かもって思いました。推奨スペック以下の古いノート PC ですが、フル HD60 フレームなら問題なく使えました。インテルグラフィックのハードウェアエンコードが使えるので、 CPU 使用率はそんなに高くはありません。気になるのは遅延だと思います。液晶モニターは直で HDMI を挿しているので遅延はありません。ノートパソコンのモニターと比べると微妙にパソコンモニターは遅れていると思います。実際にマリオをプレイしていても反応が悪いなって感じます。モニター見てプレイするのとパソコン画面を見てプレイするのでは全然違いますね。マリオのジャンプを見ると分かりやすいと思います。吉田みたいなヘッポコゲーマーでもこの遅延は厳しい。予想以上に遅延量が多くて嘘だろうって思ったんですが、いろいろ試していて気がついたことがあります。インテルグラフィックのハードウェアエンコードを使うと遅延量が大きくなるっぽいです。 CPU だけでエンコードすれば遅延が大幅に少なくなります。余計なことはしない方がいいってことみたいです。 CPU エンコードの遅延量ならマリオをプレイしていても違和感は全く感じませんでした。ノートパソコンの録画画面を見ながらプレイできそうです。これ結構でかいですよね。 HDMI を画面に直差しするのって切り替えがめんどくさいので、できればやりたくありません。パソコンの録画画面でプレイできれば超便利。 CPU エンコードでも録画は止まらないので大丈夫そうです。具体的な遅延量を測定するためにストップウォッチソフトの画面を録画してスローモーションにしてみました。遅延量は 0.1 秒以下ですよね。 0.05 秒とか、もしくはそれ以下。使用上はフル HD で 0.07 秒なので使用通りって感じかな。試しに 4K 映像を入力して録画してみました。もしかしたらいけるんじゃないのか期待したんですが、さすがに5年前の古いノート PC では全然無理。超カクカクでまともに録画できません。まあ仕様を満たしていないので当然ですけどね。新しいノートパソコンが欲しくなってきました。グラボが載ったやつ。自作 PC の検証動画で 4K でベンチマークを取りたいんですよね。その時に 4K 録画できればすげー便利です。やばい、新ノート PC 改装破産寸前です。実際の運用はノートパソコンではなく動画編集スペースで使う予定。 Core i9-9900K と仮で設置している GTX1660Ti を搭載した自作パソコンにつなげます。これだったら余裕で要求スペックを満たしています。使用するソフトはレックセントラルではなくストリームラボズ OBS です。画面キャプチャーや過去に何回かやった YouTube の生配信はこれを使っています。録画ソフトをいろいろ試した結果、これが一番使い勝手がいいという結論に達しています。無料なのでおすすめ。何のソフトも入れずに USB をつなぐだけで認識しました。楽でいいですよね。レックセントラルとは違って設定は手動でしないといけないのが少しめんどくさい。でもこのソフト、ゲームの生放送によく使われているもので、例えば画面に YouTube のコメントを表示したり、投げ銭があったら強調して表示したり、そういった感じのすげー演出はこのソフトで簡単にできます。吉田レベルのヘッポコゲーマーなら遅延は問題なしです。マリオをプレイしても違和感はありませんでした。いつもの AKG の C414 というすげー高いマイクと組み合わせてゲーム実況する予定です。本当はヘッドセットが欲しいんですが、吉田の巨大な頭のサイズにはまるヘッドセットが存在しません。一応 OBS を使った場合の遅延量も測りましたが、レックセントラルを使った場合と全く一緒かな。 0.07 秒の使用通りって感じだと思います。画面の切り替わりシーンを見ると若干は遅延しています。俺はこのレベルの遅延でもダメだって人は HDMI パススルーができるんで、 HDMI をモニターに挿してプレイしてください。吉田はまあ別にパソコン画面でプレイしても問題ない印象です。最後に豆知識です。なぜメーカーのレックセントラルではなく OBS を使うのか、理由は一つです。マイクとゲームの音を分離して記録できるから。実は動画ファイルの MP4 は複数の音声トラックを記録できます。自分の声とゲームの音が混ざった状態ではなく別々に記録できるんですよね。実は分かれて記録できれば、編集時に自分の声だけ大きくしたり、ゲーム音を消して別の BGM をつけたり、後で調整ができます。よくあるでしょ、ゲームの音がでかすぎて声がよく聞こえないゲーム実況って。
そういうのを防げるわけです。別のソフトでわざわざ録音している方も結構いるみたいですが、この方法だと動画ファイル内に音声が2個保存されるのですげー楽です。編集時に同期させる必要もありません。やり方はググってくれと言いたいところですが、簡単に説明すると、設定画面を開いてアウトプットレコーディングオーディオトラックという項目を探します。そこに 1,2,3,4,5,6 というチェックがあるんですが、それが音声の数です。普通は1個だけチェックが入っています。僕は1と2にチェックを入れています。1はゲーム音、2はマイクの音といった感じに分けます。設定画面を閉じて右下にあるミキサーの項目の歯車をクリックします。1から6のチェックボタンがあるので、どこの音声に記録するかを決めます。マイクを2番に、 HDMI の入力音声、ゲームの音を1番に設定しました。これでさっきお見せしたような感じで分離して保存されます。マイクが2台あって別に保存したい場合は3番とか4番を使えばさらに分離することも可能。ちなみに最初ゲームの音が鳴らなくて困りました。設定が必要らしくて、設定画面のオーディオを開きます。その中のマイク補助装置2を HDMI ビデオゲーマーなんちゃらかんちゃらに設定すると音が出るようになります。最後にもう一個だけヒント、ゲームの音をパソコンから鳴らしたい場合はさっき表示した設定画面のオーディオモニタリングの項目をいじると音が流れます。モニターと出力に設定すればパソコンのスピーカーやイヤホンから音が出ます。ということで、最強の HDMI キャプチャーを紹介しました。値段はちょっと高いけど十分満足できる商品、悪くはない。ゲーム実況動画は吉田のゲームチャンネル吉田遊戯場でやっていくので、気になる方は概要欄からチャンネル登録をお願いします。以上です。